身と家族に必要以上の富があるならば、貧しく困窮している人々に分け与えることで互いに喜び合い、満たされた気持ちになるでしょう。しかし、与えられても感謝もせず、逆に敵対心を持つ罪深い者には、その心を悔い改めさせるために差し控えるというのがある。統一教会は信者たちに教団へ献金せよであった。日本は韓国にお金を支払わなければ罪が許されない。また、ご先祖の霊が地獄で苦しんでいるからと、壺や印鑑購入、献金ノルマまであったということだが、聖書には物質的なものを優先で魂が救われるという記述はない。本来の聖書の記述によりますと、創造主である神と、神がお使わしになったイエス・キリストの正確な知識を学び、それに信仰を働かせることで救われ、永遠の命を得ることができるというものである。イエスは言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、私に従ってきなさい。マタイによる福音書19章21節。